スト歪んだ純真。もうやめて、これ以上人を傷つけないで。やめて。少し、あと一分なのだ。私の300年の思いが。上空よりビーム確認、診断です。うわファースト様、早くファースト様を。で、お怪我はございませんか。今頃のこのこと何しに来た。ティーゲルはどうした。ティーゲルは犬死にか。そんなくだらんことをわざわざ報告しに来たのか。消えろ、お前たちに用はない。ファースト様。ガイスマン、ガイスマンはいるか。はっ、ここに。無事な者を集め隊を再編成しろ、すぐにだ。はっ。それだけですか。おっしゃることは本当にそれだけですか。パンタ、ティーゲルは、ティーゲルはあなたのために。パンタ。だからどうした。お前たちは所詮私の道具ではない。お前たちに用はないと言ったはずだ。パンタ、ファースト様、なんてこと。消えろ、二度と姿を見せるな。ファースト様。クソ化け物め、このままじゃ城はめちゃめちゃだぜ。引火隊突撃。兵器なのか。いえ、弾道計算によると宇宙から発射されています。宇宙から。ホタル、ホタル、ホタル。どうやらあいつの狙いは私たちのようだね。え、どうして。正確に言うと狙っているのは乙女カイロよ。え、ダメ、絶対に渡さないぞ。オタル、バケモンは私たちに任せな。その間にオタル様はザポネスの人たちを避難させてください。あ、はい。
けてはならぬ、かけてはならぬぞ。みんなお幸せに歩くように。地下シェルターは十分な広さがある。お幸せのように。させやがって。つけたの。待って。どうして。チェリー。あの化け物、なかなか頭がいいじゃないか。逃げてちゃ乙女カイロは取り返せないってか。出てこいよ、その辺にいるんだろ。返してもらうぜ。これがメソポタミア号のコンピューターか。まだ完全ではないのよ、感情値が不安定なの。そうなのか。それで今研究しているのが、私の人格を3つに分けたオペレーションシステムなの。それが完成すればこのコンピューターは人間と変わらないってことか。ええ、そして人間と機械が互いに支え合って生きていける。君の夢が実現するんだね。ええ、ローレライ。上様、彦座、わしらは楽には死ねんらしいな。覚悟はもとより。モニター回復しました。本国より通信、ゲッテル司令からです。ファースト閣下、
何？国籍不明のマーカーミサイル及びビーム兵器により総統府の中央コンピューターが全壊。その気に乗じたレジスタンスによりクーデターが勃発。コンピューターは現時点で復旧の見込みなし。セイバーの指揮系統も遮断。すでに総統府周辺は人民によって包囲されています。侵入は時間の問題です。あと少しでこちらが片付く。それまで何とかしろ。しかし持ちこたえろ。できなければお前は死刑だ。ファーストカッカー、レオパルドは何をしている？は、目標補足交戦中。乙女回路を一つ手に入れております。あと二つ。やっぱ強いぜ。ライム？え？怖いかい？うん、でも負けないもん。あいつをやっつけてチェリーの乙女回路を取り戻すんだ。ライム！え？ああ！ブラッドベリー！どうしたの？オタルを頼んだぜ。あの爆発は。ブラッドベリー、ブラッドベリー、あと一つだ。チェリー、ブラッドベリー、待っててね。僕が必ず。負けないぞ。負けるもんか。私たちもあんな顔して戦っていたのか。あいついつも言ってたの。僕がオタルを守るって。私たちだってファースト様を。そうだ。だったらどこが違うんだ。同じ乙女回路を持っているのに、どうして私たちはあんな顔になれないんだ。私たちがファースト様にとって道具でしかないからか。だったらこんなものはいらない。もうやめよう。こんな思いをするための乙女回路なら、パンタ。でも、それでも、ファースト様が好きなんだ。どうしようもないくらいに。私だって。チェリーとブラッドベリーを助けるんだ。みんな一緒じゃなきゃ嫌だ。ダメージでライムに触るな。大丈夫かライム。しっかりし、離せ、離しやがる。オタル、オタル、オタルをいじめるな。助けに来て助けられちゃ世話ねえな。大丈夫、僕オタルを守るもん。ライム、そうさ、僕はオタルを守る。だってオタルが好きなんだもん。ライム、なんだろう、乙女回路が熱い。力が湧いてくる。オタル、乙女回路を二人に戻してあげて。勝手だ。レオパルド、虫けらごときに何を手こずっているのだ。ファーストカッカー、もう限界です。総督は完全に包囲されました。このままでは我々は脱出の許可を。ファーストカッカー、終わったな。
せたね。ブラッドベリー。チェリーやブラッドベリーがあんなスピードを乙女カイロが共鳴してるんだ。すげえすげえだあいつら。ライムたちの乙女カイロは成長のピークを迎えたようじゃな。ライム、チェリー、ブラッドベリー、おはよう。バカな。ガルトランドへ入電。総統府が陥落しました。ゲッテル司令は続々捕虜になった模様。ドクターヘスは現在行方不明。ファースト様の時代なかなか面白かった。次の時代もそうだと良いのだがな。すげえじゃねえかおめえら、見違えたぜ。僕ね、オタルのこと考えれば考えるほど体がホカホカしていっぱい力が出たんだよ。そっか。オタルくん探したよ。ひどいよ、僕のこと忘れてない。ねえ忘れてない。忘れよったって忘れらんねえよ。そんなバカな。300年だぞ、この日のために代を重ね300年かけてきたんだぞ。ふざけるな。乙女カイロに心に負けただと。乙女カイロなど道具に過ぎない。俺の300年は一体何だったんだ。ファースト様、ルクス・パンタ、先陣を切れ。こうなったら一人では死なん。奴らも道連れにしてやる。どうした、早く行け。ファウスト様、もうおやめください。貴様ら、私の命令が聞けないのか。承服できません。ならば死ね。ファウスト様に殺されるなら私たちは本望です。望み通り殺してやる。ファウスト様、ありがとうございます。どうしてそんな顔ができる。貴様ら怖くないのか。ファウスト様のいない世界で生きる方が怖いです。心が潰れてしまいます。ファースト様がいなくなったら私たちは存在している意味がありません。さあ、行くのでしたら私たちを殺してください。もうやめろ。仲間割れしてる場合じゃねえだろ。おめんとこの国にもあのミサイルやらビームが降ってきてんだろ。そんなことやってる場合じゃねえだろうが。ファースト様、やめて。これ以上テラスーの人々を傷つけないで。お願い、私はここから離れない。だから、絵のお姉さんの声が。お空で絵のお姉さんが悲しんでる。空？空って宇宙？ミサイルが来ます！確実に我らを狙っている皆の者、逃げるのじゃ！逃げるったってどこへ？いいから走る！ファースト！何やってんだお前！早く来い！ファースト！